漠然な的な怖さでみんな怯えてるけど、 99% の人はその後の未来を生きていかなきゃいけないわけですよ。だから俺はやっぱり 99% の未来を思って生きてやってますけどね。まあだからベストみたいな話じゃん。ベストだって昨日調べたら14世紀流行った時に5、60年、70年流行ってるんですね。でもその後にねルネッサンスっていう文化が生まれたりするわけだから、そう考えると俺たちには風が吹いてるんじゃない。まあみんな、まあ落ち着け、まあ落ち着け、はい、落ち着け、まあみんな落ち着け、うん、ないことだ。僕はだから変わらずに生きていこうかなと思ってます。はい、だからここで自分を生かすも殺すも自分ですよ。一人でも強くなれますし、一人でもいろいろ考えられますし、一人でも、ね、強くなる人は強くなりますよ。環境のせいにしちゃダメですじゃな。ただしたいんだパリオ、できればずっとかけるドアヒップアップさ、どうしようファンリアフォーシュー、特にディストーション駆け向こうステーション走るヒットバンジー。終わらない戦いはないと思ってるので、楽しみが膨らんで待っててもらえたら照らそうかなって思ってますね、世界を。はい、僕は死なないと思いますけど、少なくとも俺は死ぬまでやるし、なくならないと思うんですけど、やんないと死んじゃうじゃん俺。こいつを倒してで自分の相手を倒しに行こう。生き抜くですね、はい、サバイバルです。次回の盛り上げの試合にするので楽しみにしててください。何を信じれるかが僕は大事だと思います、ね、自分が信じるものは自由じゃないですか、何でも、ね、OK ですし、生きていく上にどんな状況でも一緒ですよね。なんとかなりますから。なんとかなります。生きてればなんとかなる。僕の好きな言葉。